ここでは所得税の計算方法について理解していただきたいと思います体系図を見ると課税所得の種類ごとに定率の税率がかけられるものと所得の額に応じた税率がかけられるものがあるのがわかります基本的には所得の額が多ければ多いほど高い税率がかけられるという仕組みでこのような課税方法を累進課税と言います おおいおい詳しく学習しますが例外的に不動産や株を売った場合の儲けに対しては定率課税されますそれではここで所得税の計算例を確認しておきたいと思います累進課税を前提として説明しますと所得税は課税所得金額に税率をかけて控除額を引くと簡単に求めることができます例えば 課税総所得金額が500万円であった場合即算表を見ると税率が20%で控除額が42万7,500円であることがわかります。したがって500万円に20%をかけてここから42万7,500円を引くと57万2,500円と求めることができるという仕組みです。それでではは今回はここで終わりりまますありがとうございました